そうだね、驚いたよね。まあ、整理すると牧原容疑者はかつて、まあ、同居していた男がいた。でこの男は2年前に薬物事件で逮捕起訴された。で当時一緒に住んでいたマンションからは危険ドラッグのラッシュとあとは覚醒剤が見つかっていた。でその際牧原容疑者自身は捜査対象にはなっていなかったにもかかわらず2年後の今になって警視庁は牧原容疑者の逮捕に踏み切った。まあ、それはなぜなのか、まあ、実はその理由っていうのは分かっていないんだけれども、まあ、考えると2つのことがあると思うんだよね。一つは、まあ、決定的な証拠が得られたのではないかということ。まあ、実際に当時見つかった吸引器具とみられるパイプからは、まあ、牧原容疑者の唾液、まあ、DNA が見つかっているんだ。あとはこの同居していた男が何らかの決定的な証言をしたのではないかということも考えられるよね。でまあ、これらの決定的な証拠によって牧原容疑者の容疑が裏付けられた可能性は十分ある。もう一つは未だに牧原容疑者が薬物に手を染めているという確たる情報を得て強制捜査に乗り出したのではないかということ、まあ、実際に今の自宅マンションからもラッシュとみられる液体が見つかっているからね、まあ、仮に2年前の事件で起訴できなかったとしても今回押収された薬物で起訴できれば有罪に持っていけるからね。わざわざ2年前の事件に手を出すんだから、まあ、警視庁としてもそれなりの自信があるんじゃないかなと思うよね。まあね、ただね、警視庁組織犯罪対策部課としては誤算もあったと思うんだよね。まあ、その一つは、まあ、尿鑑定の結果、まあ、陰性だったっていうこと。まあ、警視庁はまあ少し前から内偵捜査にはまあ乗り出していただろうから、そうすると尿鑑定の結果黒が出るんじゃないかっていう確証を持っていたと思うんだよね。あとは牧原容疑者自身は大筋で容疑を認めているようだけれども、どうも話している内容が曖昧らしいんだよね。まあ、それは2年前の事件だから忘れていることもあるだろうし、まあ、そもそも当時捜査対象にもなっていなかったわけだからね。となると警視庁は牧原容疑者が一転して否認してもいいように供述だとかあと証拠っていうのをどのように詰めていくことができるのかっていうのが今後の捜査のポイントになるんじゃないかな。